コザ Q&A ミキトリに任せろ。もう言っちゃう俺がごめん、もうヴィンテージ、ヴィンテージもんが大好きでヴィンテージ、はい、いろいろ探してるんですが、沖縄市にもヴィンテージもんってあります？またありそうなとこ分かれば教えてください。ミキトニーさん、顔がヴィンテージより届けちゃう。名前のパンチもやばいけど、あんたのキャラもね、どっから引っ張ってきたのそれから。答えて、ミキトニー。ヴィンテージ、はい、ヴィンテージ、はい、うん、わかりません。お何でもわかると思うなよ。まあね、いや、わかんない。ヴィンテージ、そうだ、その人にとってのヴィンテージだからね。それだから、ね、知らないじゃん、そんな。確かに、ヴィンテージ俺、漫画そこ行ったんじゃない。合わせなさ。まあだから要するにこうセレクトショップとか、なんかそういうことだよね。あ、まあまあ古着屋とかね。そうだね、なんか、うん、でもゲート通りとか、あるのかな。あるよあるよあるよ。例えばなんか、いやもうヴィンテージっていうか、もうなんかコザスター的なことも入ってくるでしょこれ。うーん、違う、そういうことじゃない、そういうことじゃないもんね。じゃないんです。まあでも例えば質屋さんとか、はいはい、こう街をブラブラして、はいはい、例えば一番街の中とかもさ、こんなところネルメスポーツのところのさ、そこの店とか有名店ってよ。あれはヴィンテージショップって言っていいんですねと思うけど、あそこもいいよね、セレクト、いいチョイスしてるって。確かに、ね、本当にそういう人たちからすると、有名な、レジェンドな、あるある、おもちゃのヴィンテージものが置いてあるところとかあった、あった。街歩いてみて、もう外見はちょっと古い感じだけど、中入ってみると掘り出し物みたいな、そうそう、歩いて自分好みのヴィンテージショップを探してみるっていうのもいいかもね。これでいいでしょうか。